こんにちは日文研一般公開をお越しくださりありがとうございます今回の企画の案内役を務めます研究部教授の牛村慶です日文研の一般公開は平成3年1991年に始まりました公道で講演会やシンポジウムを開催するだけでなく私たち教員が図書館をはじめとする書内の様々な施設を案内するという形で近隣の皆様に 日文研を公開するという行事を、これまで30年ほど積み重ねてまいりました。行動の改修工事が入った昨年度は、例年のような一般公開を行うことはかなわず、場所を移して特別審法寺院も開きました。本年は、改装になった行動のお披露目も兼ね、新たなプログラムで皆様をお招きする一日にしたいと考えておりましたが、 新型ウイルスの感染拡大という予期せぬ事態に陥ったため桂坂の日文献へ皆様をお迎えすることは残念ながらかなわなくなりましたしかしながら「こ弱じ物語」に描かれている国史藤原信忠の例に倣うならば私たち日文献は転んでもただでは起き上がりません人文学の学徒として今回の疫病に向き合うということをテーマに掲げ オンラインという新しい形式で、本年度の一般公開を開催することでいたしました。題して、経験と記録、世界はいかに疫病と対峙してきたかです。私たちは、医学や医療を専門とする研究者集団ではありません。そのため、治療や予防に役立つような知見をお届けすることは叶いませんが、人文学の学徒として、 疫病に向き合うための文化的な資座を示し、それをご覧に得ることはできる、そのような自負があります。そして日文研にはそれを果たせる豊かな人材と貴重な資料があります。今回はそのような日文研が誇る人と物等をお示しする企画といたしました。第一部では、日本史の中の疫病と題する日本史研究者の磯田道文准教授による 講演をお届けします今回の感染症に関してどう向き合いどう捉えればよいのかについて精力的に書いてこられた磯田さんは昨年惜しくも逝去なさった日文研名誉教授早見明先生の慶應義塾大学でのお弟子さんでもあります歴史人工学の権威でいらした早見先生は今回の感染症の先例とも言うべき 年代後半ににを振るったスペイン風邪についてもしご健在であったならばその知見を随所で語られていたことだろうと思います磯田さんは亡き恩師の気持ちをも背負ってきっとお話ししてくださることでしょう第2部は4名の同僚研究者によるシンポジウムです「疾病と治療を」 人文科学の立場から考える」と題するテーマの下で日本日本統治下の朝鮮中国そして日文献所蔵の医学コレクションの4つに焦点を絞ったミニ講演をお届けしその後竜健樹教授司会進行のもと討論を繰り広げます今回はこのシンポジウムを保管する特別企画をご用意いたしました 4人の和社の一人である特任助教の三平祐希さんが案内する日文研医学コレクションに見る東西医療文化史という特別企画です。相田文庫、野間文庫といった日文献が誇る貴重な資料の世界へと皆様を誘います。冒頭、これまでの一般公開では教員が書内の案内をしてきたとお話ししました。 今回は日文研のことを誰よりもよく知る井上章一所長による日文研の書内案内をすでにオンラインで公開しております。ぜひこちらへもお越しください。以上ご紹介しました様々な今回の書企画、ご堪能くだされば大変嬉しく思います。来年こそは、春田坂の地でお目にかかれることを記念して結びといたします。 磯田道文でございますこの国際日本文化研究センターの研究部に所属させていただいてます本来でしたら行動に皆さんをお迎えして講演をするはずでしたが今年は新型コロナウイルス感染対策でオンラインでの配信ということで失礼させていただきます えー、私あのこの研究所を最初に訪れたのはまだ学生だったんですけれどもあの私の師匠にあの、えー、慶應義塾大学からこの国際日本文化研究センターに移られたあの早見明さんというあの歴史人工学の先生がおりましてでその先生が、えー、歴史の中の 出生とか生まれるあと死亡とかそういう研究をなさっててでその研究素材をあのそのご研究をお手伝いするためにあの取りに行くために東京から京都までの記者賃を出すからあのぜひ国際日本文化研究センターに来てくれとこう言われてお手伝いのために来ました。 そうすると京都駅桂駅そこからバスに乗って割と山の奥の方まで上がっていくわけですねまあ商社な住,住宅街の中にあって、まあ、後ろには野鳥園なんかがあったりしてとても環境のいいところですのでまあ一段落この事態が落ち着いたらあの皆さんも来ていただけると嬉しいんですがこうなんと環境のいいところにある研究所だなと思ったのを 思いますその時はまさか自分が務めるようにはなりませんでした。それで私はこの早見先生のもとで勉強もしたんですけどあの早見先生は非常にあの何せ歴史人口学ですが人口にとって重要なのは死亡という問題でしたので病気による死亡中津ずスペイン風邪、まあ、スパニッシュインフルエンザの,あのご研究をなさっていまして。でえー もうこの新型コロナウイルスが表沙汰になってくる直前の去年の秋にお亡くなりになって、でそこへ、あのー、コロナの,この大変なことが起きていく中で、で私もあの日本史を振り返って、まあ、若干ないと私は歴史人工学ではありませんでしたけれども、あのー、日本の金星史というのをやったわけですが、あのー、日本史の中で我々は。あのー どのように疫病、感染症を経験してきたのかって、ひょっとすると歴史の話をしてると、その中から知恵も出てくるかもしれないなと思いながら、あの、過ごしていそれで、あの、最近は、あの、考えたことを原稿にして、で、まあ、こういう感染症の日本史というような本も書かせていただいて、えその中から今日40分ぐらいで、あの、お話をさせていただこうかと思うんですが、まあ、何せね、日本史といったって、 40分で日本史の疫病の歴史を全部するというのは難しいのでい、いっと日本史の最初と、まあ最近我々が一番あの感染症でひどい目にあったスパニッシュインフルエンザ、約100年前の大正時代の,あの感染症の記録についてお話ししたいというふうに思います。えー、スライドを用意してきました。始めましょう。あの、 まず、日本史上でですね、あの、最初に疫病なるものの記録が残るのはいつからか。もちろん、考古学的な時代には何度も、あの、襲われてたと思うんですよ。いや、そもそもコロナウイルスって、今回の COVID で、あの、7種類目が確認されてるわけですね。人間に入ってくるコロナウイルスとしては。で、 どうもコロナウイルスが人間の体の中に入り始めたのは、えー、紀元前、あのー、8000年前、えー、と言いますから、ちょうど農耕牧畜革命が起きた頃だろうと。私の義理の、たまたまなんですが、おじに、あの、石博之という人がいて、あの、感染症の世界史という、あの、ご本を書いておられまして、あのー、外国の文献なんかにも詳しい方なんで、 いろいろとこの石先生とお話をしたりも私もするんですけれどもあの約ということは1万年前からあの我々はあのこのコロナウイルス要するにコロナウイルスってよく風に、えー、風として我々の社会に定着したものが、えー、何個かありますから1万年ぐらい前から我々にあのやってきているなぜかっていうとこれはもちろん人間が定住して 羊やヤギや豚と一緒に暮らすようになったからで、人獣共通感染症ということで、人間の中にも動物の中にあったものがですね、入り込むようになってきてしまったということなんだと思いますね。で、ただですね、ここであの私、この事態が起きてからちょっと気になる情報が一つあったんですね。 いや、に、二型糖尿病の遺伝子を持っている人が重症化しやすいという話を聞いたときに、私はふと思ったんですよ。あれ、二型糖尿病遺伝子って、確か人の順番で言うと三番目かなんかの遺伝子の中にあって、あれはネアンデルタール人からもらったもの、根結、あの、ホモサピエンス我々ですが、と、ネアンデルタール人の根欠の中で、ネアンデルタール人側から来たんじゃないか、その由来であるものの中に、 えー、入ってた場所が2型糖尿病遺伝子に非常に関係しているということですからあらっていうことはネアンデルタール人は4万年から2万年前に絶滅したとされているからまあ最低でも2万年前には絶滅したと言われてるからおおなるほどそれだとすると、えー、ネアンデルタール人はコロナがわ、えー、と我々、まあ、ホモ・サピエンスの中に入ってくる前に滅びて いるから、これと何か関係があるのかななどというふうにですねあの頭の中では想像するわけですね。一方あの、うん、まあもちろんこう1万年前からあるということは日本列島は1万年前に十分人を住んでますからあのきっとこのコロナウイルスに原始人が日本列島にいる人がかかったことも想像されなくはないんです。えーしかし 歴史上って言いますから、文字になって我々に伝わっている疫病とはどいつからかという話になりますね。例えば、古事期日本初期とかで、最初に病気だとかそういうようなものの発生って考えますとですね、まあ国、国生みの神話の中に、あの、あくまでも神話ですけども、イザナギイザナミの御事がいて、それで、イザナミの御事が亡くなってしまって、それで、読みの国に行ってしまうと。 その暗いトンネルをくぐって、えー、イザナギの御こが、夫の方があ、その奥さんであるイザナギの御こを死んだ国まで迎えに行くと。そうするともう、実はイザナギの御こは、もう向こうの読泉の国の人になってしまっていて、無、えー、むごたらしい姿を見せてしまう。そうすると慌てては驚いて、イザナギの御こがトンネルを光のある明るい方へ逃げてきて、逃げてくるんですが、後ろからいろんなものが、 その薬病になるような鬼みたいなものが追いかけてきて、それに対して物、桃をぶつけて、えー、追い払うと。で、これが、まあ、薬病なり、その薬病に対する医薬品としての桃の出現という点では、おそらく最古の、あの、姿を示しているとされますが、これは神話ですし、そもそも何年の出来事であるかということが書かれていない。 何年の出来事であるかがあの書かれている日本最古の疫病記述というのはよく知られているあの寿人天皇の五年即位5年目にあの日本書紀の記述をここへ掲げておきましたがそ,それが知られているとあの寿人天皇っていうのは歴代の天皇の中でも通常の天皇とちょっと異なる点があるとそれはですね あの、初国シラススメラミコトと呼ばれている。初国とは、はじ、初とは初めてですよね。初めて国をシラスは、あの別にあのスらす星とかのシラスじゃないんですよあの白しめすであって統治する。あの、初めて国を統治したスメラミコトスメラのスメラは滑るだろうと言われてますから、するとは、あの、サラバースバル用のスバルも、 スバルで固「統率する」という意味なんですね一塊を。一塊を統率する「み事は「み事のり」の説があの強いですから「み言葉のり」ですからあの言葉の力言霊の力を信じている人たちですから「みこと」ですから言葉でもって神の言葉でもってみんなをあの導いていく統率する人間がスメラみ事ですからあの初めて国を治めた「えー すめらみこと、つまり、あの、大王なり帝であるという読み方になるわけですね。で、この読み方をする天皇というのは、実は、日本書紀にあの、お二人しかいません。あの、初代とされる神武天皇と、十代目のあの、天皇である。えっと、よく私、あの、 本当にいた最初の天皇はいつからですかということを聞かれるんですけど、そんなことは私はわかりません。だってその時代に見ているわけではないので。ただ、あの、科学的にエビデンス、証拠で存在がなんとなく伺える、証拠が拾えるっていう天皇は、えー、10代目からですね。あの、スジン天皇です。なぜかというと、スジン天皇領とされるのは安ど山古墳という古墳で、 えー、これ奈良県にあるんですが、あのーまあ、西暦でいうと非常に古いですよね。あの4世紀初めの古墳なわけです、あのー。これ図を掲げておきましたけどね、えー、実測図でやるとわかりやすいんですけど、あのー、ここの前方部っていうのが非常に低いんですね。あの高さが、森土が。 方円部が非常に高いんですこれは、あの、早い時代の古墳を示すものであって、で、だんだんこの方円部の標高が高くなってくる。ほんで、もう古墳の後期の古墳、前方古部になってくると、この、方、方部の方が、前方部の方が、あの、標高が高くて、あの、ご遺体を通常埋めて主体部と言われる、この丸の真ん中のところよりも標高が高くなるような感じですが、こ、この古墳は、あの、初期の、 姿を表していて、こっち側のご遺体をあの埋めるとされる円墳の方が大きくて、前方部の方があの標高が低いというあの古墳で、つまりその、初期初国しらすすめらみこと、初めて国を統治した天皇という言い方をされていて、お墓まで証拠で残っているのがどうも古い時代の古墳だというのでは、まあ、あのー、 古代史等の専門家の中にも、あの、辻神天皇が実は最初にあの存在が確認、あの、他の考古学的な資料等でも確認できる天皇ではないかという方は割に多いわけです。えー、神武天皇陵というのは江戸時代に整備をして、御領母を造営しておりますので、あの、そういう点からも、あの、何かが辻神天皇の時代にあって、 初,初めて国を治めたスメラミコトという、あのー、ことになるわけですが、あの、それは何のきっかけだったろうかというと気になる記述がこの五足六年、あ、五年目のところにありまして、国内に疫病が多く、民に死亡者があり、大半半ば過ぎであったというんですね。いやー 半分以上が亡くなる疫病っていうのは我々の感覚したらからすると大げさなのではないかというふうに思われるかもしれませんけれどもえっ、ー、とローマ帝国だ,だとか全く免疫をウイルスや菌に対して持っていなかった時代のホモ・サピエンスっていうのは一度新型のものが流行るとあのほとんどが死ぬっていうことはあのもう要するに歴史上の 大げさな記述であるとは、必ずしも言い難いということを私もあの認識するようになりました。数割がなくなっているようなあのパンデミックっていうのは歴史上にやっぱりはっきりあると。大半であったかどうかはわからないけれども、大半がなくなるということが起きていても、あのー、非科学的ではないと、あのー、いうことがわかるようになってきました。で、 その後、政治的な混乱が起きていることもわかるわけですね。ええー、6年。翌年ですね。百世、百世は、あぁ、留利し、背くものもある勢いで、天皇の、まあ、この当時は王君とか大王とか王とか言ってたと思いますが、あの、徳では治め難いと。で、どうしたかと。ああ、そこで、辻仁天皇はですね、 神の勢いを恐れて共に住まうのは不安になったと。これどういうことかっていうとこの時代までは天皇の御殿の中に天皇の,あの祖先神とされていた天照大神の,あのお祭り場所があったわけですね。しかしこんなにあの疫病が流行ってしまってで民も、えー、何をやってるんだとあなたに徳がないからこんな病が流行るんだといった人がいたかもしれません。 そうなると、もう夜寝る時も神様に申し訳なくて、あの、同じ御殿の中で、あの、寝るにはストレスが溜まって仕方がない状態が生まれた。そこで、えー、娘さんにですね、皇女にですね、あの、の外の笠縫いの村にですね、あの、ることにしたと。つまり、 もう見たこともないような国初めての疫病に直面して天皇は国家体制を変えてですねまあ須臣さんはその時須臣天皇さんはあのー、国家体制を変えてですねあの皇女に御殿の外で神を祀るということを始めたとこれ考えるとですねあのー、伊勢の祭祀あこれがあのー、実は形を変えて伊勢,で伊勢の祭祀につながっていくわけですね えー、この列島では実は王権も伊勢彩子も疫病の影響を受けて形を整えてきたというふうに言えるかもしれませんね。でまあ、あのー、本格化してきたとそういう国の形が。いやそれでもなかなか疫病は消えないので天皇が悩んで三輪山の神の大物主が夢枕に立ってもう一人これは不思議なことで同じ夢枕にもう一人立ったのが神山と 友美桃祖姫の,のところにも同じようにやってきてお告げを伝えるんですね。我が子孫の太田種子に祀らせやと。そうすると国は平らかになると。こう言って公、えー、女ではなくて太田種子に祀らせたと。そううするとようやかあの 疫病が治まっていったということで、これがまあ、あの、不思議な記述なんです。同じ、天皇と同じ夢を見たとされる、この姫様の古墳とされるのが、あの、現在、橋墓古墳であります。あの、卑弥呼の墓との呼び声が高いですよね。昔は、あの、時代的には卑弥呼より下るので、卑弥呼の後継者である豊井与の墓、 ではないかというふうにあの言われてたんですけどもこの古墳のこの墳丁部の杉の木が嵐で倒れてでそこから出てきた焼き物の破片を分析してみると平年を見るとちょっと最初に思ってたより古くてです、ね、あの卑弥呼の墓なんか時代が200年代の半ばから終わりにかけてっていうのは合うんじゃないかという話に なってくるわけですね。ですから、あのー、日本においては、ひょっとすると、最初に国民の大半が死ぬと言われた大疫病が流行ってですね、それによって、王権が固まってきたり、あるいは、祭祀の姿が、国家祭祀の姿が整ってきたということは、 あの言えるのではないかだから我々の日本自体が疫病ということに非常に強く絡んでですねあの発達してきたあの何か日本史上疫病という問題はあの全くあの避けては通れないあの問題だろうということがあの言えるわけですただあのこういう古い話ばかりをですねあのしていても えー、謎ばかりですよね、まあ、確たることは言えないんです。でだんだん新しい話もしておきたくてあの特に100年前の被害が大きかったパンデミックあのスパニッシュインフルエンザ俗に,俗に言うあのスペイン風邪のことをお話ししたいんですけれどもあのその前に少し江戸の話も触れておくとするとですね江戸時代ぐらいになるとやっぱり我々の社会にだんだんあの近づいてきているので。 例えば、あの、疫病が流行ったら給付金があるかっていう問題ありますね、えー。江戸時代も終わりになると、給付金を一律に配るってことは行ってますね。給付金っていうと、ちょっと語弊があるんであって、例えば、江戸時代の、物書き、まあ、最初の小説家だという人もいますが、滝沢馬琴は非常に精密な、あのー、記録を残してて。で、彼は、あのー、まあ、えー、江戸時代の、あのー、終わり頃の、 えー、パンデミックに遭うわけですけどあのその時にあの定額の給付金があったことを示してるんですね、えー、どんなものであったかっていうと江戸の裏長屋の,あの町人に対してあの男は1人につきあの一升瓶5本分5章女は4章で3歳以上のあの 子供には3章というふうに、定額の、定額米ですね。あの、玄米を配ったということが、あの、言えるわけですね。ですから、あの、あ、そうそう、その後ですね、あの、一種の所得制限もあったんじゃないかと思うんですよね。これ、配ってる先が、裏長屋の人たちだけですから、 あの表に「表だなって言って表通りに面した大きなお棚の方には配ってないとだからやっぱり、えー、裏長屋に住んでる借家人に対して、えー、給付金をあの行っているということですよね、うん、まあだいたいあのお金で配るときは250万ぐらいを配ったって言いますから。 今で言うと1万円ちょっと超えるぐらいかもしれませんけど、あの、行商や露天商なんかで暮らしてたですね、あの、江戸の庶民にとっては、あの、当座、あの、食料を得るぐらいのお金には、あの、なってたということが、あの、言えると思います。あと、あの、まあ、とにかく疫病にこの時代は、あの、襲われてて、特に怖かったのが、あの、天然痘ですね、放送と言われる。 徳川将軍っていうのは15人いますけど、そのうち、ごくごく小さい時に、あの、亡くなった将軍を除いては14人が、あの、天然痘に罹患してますので、将軍ほど、あの、守られていてもですね、患者をそばに寄せつけないように、あの、しておっても、あの、ダメなんですね。えー、あの、将軍が放送にかかると、 あの、自粛で経済が冷えたということも、あの、実は、あの、伺えるんですね。あの、明暦2年っていうから、あの、1656年にですね、あのー、四大将軍あ、幼いんですけれども、あの、家綱が、あの、離したんですね、天然島に。そうしますと、あのー、もう大名たちはみんなでお見舞いに駆けつけ、あの、川越に、あのー、 江本屋左衛門覚書きっていうのを残したあの商人がいるんですが、彼の記述によると、あの江戸、町中にて倍々少なく見え申しそうろうとこう書いてるんですよ。つまり、将軍の病気によって、経済活動が低下するというあのことがあの記述されていると。であの、隔離の問題も少し江戸時代についてはお話ししておきたいんですけども、 あの江戸時代、例えば放送のようなものが流行ったときにあの、隔離っていうのを行ってた地域もあるんですあの。実はね、都市の中で隔離してもなかなか難しいので、京都や大阪とかはもうかかるに任せて免疫を獲得するという感じなんですけど、山奥とか半島とか島ですね、離島というところではあの、ある程度隔離をするとあの効果があるので行われてたと。 ただね、あの、長崎県の大村藩なんかはそれやってたんですけど、あの、給付なき隔離なんですね。えー、給付がなくて隔離すると人財産を失ってですね、あの、あと隔離した、隔離場所に持ってった道具は外で出せないということで、そのたんびに大きなお金がかかって、破産するものが出るなんていう、あの、給付なき隔離ってのは、あの、怖いなと。一方、あの、ほとんどの藩はそんなことはしないんですけど、 隔離を細かくやった上で、社会的距離を取らせた上で、給付を入れるということをやってた藩で注目すべきは、あの山口県の岩国領ですね。岩国藩というより、あの岩国の領地といった方がいいと思うんですけど、まあ約、約6万石ほどの地域なんですけれども、あの国高で言うと。あの毛利元就の次男、あの吉川元春の あの、系統の家でございますけれども、あの、ここではですね、えー、酵素の木村って言って、村からのかせる。それで、そこへ、あのー、あとですね、濃厚接触者の概念としてですね、あのー、看病した人とか、同じかまどで物を食べている人とか、いろんなこういう概念でですね、あの、江戸時代のそういう隔離概念っていうのはそういうものなんですけれども、あのー、えー、一緒に、 えー、移すと。それで、大体、一流行に、えー、そうですね、今のお金で言うと、5000万超えるような金額のコスト、いや、6万石の半、小さい半ですから、なかなか大変だったと思うんですが、あの、そのぐらいを投入して、えー、隔離を図る。ただ、目的はですね、 住民全体に広がるっていうことを考えてなかったとは言えないんですけど実は主目的は殿様に移さないためであったとされてますね。で実際あの岩国藩の殿様歴代を見ると今のところあのあれなんですねあの殿様が放送にかかったというあの話はないので。 あ,ある程度あの効果はあったんじゃないかなというふうに言われてますね。一方、その殿様にかかっても、えー、藩士をあの自粛によって行政の役所に来ないようにさせない殿様っていうのは、あの名君として知られる上杉王山。上杉王山は、あの、大抵の藩が藩主にかからせないために、ものすごい厳格な行動規制をやって、 あのー、反省が滞るのを多分見てたからでしょうね、構わないから、あのー、盗聴禁止あ、役所に来ないでっていうのはやらないと、自分に移さないためであればっていうことでしょうね、その代わり、あのー、しっかりです、ね、給付だとか、医療の提供ですよね、それをあの米沢半寮の農民にする、特に山奥だとか、えー、都市部と、都市部っていうか、町場と山奥の,あの医療格差をなんとかしたいと。 いうような、あの、ことをされた、あようです。だから、さすがだというふうに思いますけれども。あのー、こういった患者支援策というものを打ち出す藩主も、江戸時代にはまあ生じてきている。で、まあ、橋本白女というお医者さんが山梨県に出て、あのー、放送は、えー、隔離した方がいい、あのー、子供なんかにわざとですね、 あの人形をやり取りさせたりして、あの小さい時に免疫をつけさせようとして、こう無理に患者に愛にかしたりとかそういうことがあったんですけど、当時は。やめた方がいいと。あの、弾読論という本を橋本白樹という人が書いて、江戸の隔離の概念を作り上げるんですけど、この学説はですね、江戸幕府の政策化されることは実はなかったんですね。で、 えー、そういう状態で近代を迎えて、えー、統計だとか、細かい記録が残っている100年前のスパニッシュインフルエンザの、あのー、時代になっていくわけですけれども、あのー、ちょっと見てみましょうか、それを。えー、これ、スペイン風邪はですねあの、もちろんスペイン由来じゃないですね。第一大戦を、あのー、やってる最中だったので、 対戦当時国は自分のところの話ではないと言って、中立国のスペインからは、あ、なんか変な風が流行ってるというふうに報道するもんだから、あの、スペイン風と言われるようになってしまったということなんですよ。まあ、これ経験則からすると、感、感染症の発生っていうのは当時国が情報を統制、隠したり変えることが、だから、 あの人に感染する新型ウイルスっいうのは、感染情報があった段階で素早く最悪にあの備える必要があるっていうことだろうと思うんですよね。で、まあ、見ての通り、スペイン風邪は風邪ではありません、インフルエンザウイルスです。あの2009年にあの新型としてあの騒がれた H1N1 型のインフルエンザだということが、近年の研究で分かってきました。あの 当時亡くなった人の遺体から、あの、インフルエンザウイルスをあの取り出して、それでどんな性質を持ってたかっていう研究なんかも最近は進んでいるようです。で、これ、あの、たい、えー、基本再生産数から2から3ですから、スペイン風邪は我々が直面している新型コロナとほぼ同等だと。で、一番我々が身近な感染症でよくうつるのが、あの、はしかマシンですよね。 これは12から18ありますね。これがね、幕末に流行った時には、あの、京都の孔明天皇の宮廷困ってますね。えー、っと、何せ基本再生産数が15前後あるっていうんですから、もう空気で同じ空間にいたらあっという間にかかっちゃうわけですね。ですから、江戸時代は一世代が25年ぐらいでしょうから、20年から25年に1回ですね、 えー、免疫を持ってる人が亡くなって半分以下になっていくとですね、また流行るんです。で、20年おきにはしかの、あの、感染の波が襲ってきて、でもう、孔明天皇の身の回りなんて、あの、人を呼んでも無人で困るなんていう記述が、あの、出てるぐらいですよね。まあ、実際にはそれは大げさで人はいるんですけれども。で、 例えば幕末の上位思想なんかも、はしかとコレラが散々に長崎とかそっちの方で流行ったとか、そういう話の後にやってくるもんですから、偉人、外国人と、うん、疫病ということが一緒のイメージになっておってで、上位、外国人を払うっていうのが、薬病を払うというようなイメージと同じように、実は日本人のね、気持ちの中にあって、あの幕末の素朴な上位、外国人を追い出せ思想があの生じているということでもあるわけで。 まあ話がずれると、あのえー、スペイン風邪の話になりませんが、このスペイン風邪っていうのは世界での流行が6億はかかったんじゃないかと。死者も2位、えー、から4000万人いただろう。で、これね、あの致死率が結構高い。もう場所によって全然違うんですけれども、あの、これ、早見明さんが、あの、超過死亡って言って、あの、平常の年よりも、 死亡がどのぐらい増えたと推測されるかと、死亡統計上増えたと推測されるかっていうのでやってみると、えー、いつもの年より45万人ぐらい多く死んでると。ああ何,何回かの,あの波で、それを足し死んだ人数を足し替えていくと、あのー、45万人分ぐらいはあのー、余計にこのスペイン風邪がなかったとすると、死ななくてよかった人が死んでるかもしれないということですので。 えー、当時の日本人口っていうのは5,600万人ですから、あの本土だけ。約0.8%、1%弱の死亡ですから、100人に1人近くが死ぬという、もう大被害だったわけです。で、あのー、これは、寒冷地で医療事情も悪かったカワラフトは、なんと人口の3.5%が死んでるんですね。で、朝鮮と台湾は1.3%亡くなってる。 で、あの、新型ウイルス感染症っていうのは、人類が免疫を持たないので、多数の死者が出るという経験が、これでわかる。で、気候や栄養とか、生活、特に医療事情とか、予防対策が非常に、あの、致死率に関係してるわけです。現在よりも、あの、世界の、あの、医療事情や生活状況が違うので、あの、 この時ちょうどそうだ、あの2006年頃ですかね、あの、早見先生が、あジョンソンという人が書いた英国と1918から19年のインフルエンザパンデミックっていう本を、あの、書いたのを翻訳して、で、あの、そこに載ってる数表なんかもですね、一部をあの紹介してくれたのを私も覚えてますけれども、あの、それからここ抱えておきますけどね、あの、100年前に医療事情が良くて、 死亡率を0.3%台に抑えた国っていうのは2つあったんです、えー。オーストリアとドイツ。さすがやっぱり医学の国ですね。ドイツ、オーストリアっていうのは。イギリスがたい0.58。フランスは0.73。イタリアは1.07。だからイタリアになるとやっぱりちょっと1%超えてくる。あの、日本よりあの数が多かった可能性がある。 で、このジョンソンは0.8じゃなくて、日本の死亡率を0.7と見込んでいて、えっ、ー、と、アメリカが0.65、カナダが0.61、ブラジルが0.68ですから、大体、あのー、スパニッシュインフルエンザの致死率で言うと、あのー、米かブラジルと大体日本が同じぐらいじゃないかというふうに考えられるわけですね。しかし、これはあのー、アジアでは猛威を振るいました。致死率は極めて高い。 中国は2%死んだっていう説もある。で、インドネシアは3%。なんと、インドはですね、6.05%死んだんじゃないかというふうに言われてます。だから、インドは、あの、死率で言えばですね、あの、スパニッシュインフルエンザの最大の被害者であった可能性がある。で、今日も、あの、非常に心配されてますよね。あの、患者死者が急増しています。 それで、あのー、アフリカも致死率が高いわけです。ケニアは5%を超えてたんではないかと。あと注目すべきがですねオーストラリアではなくてそのニュージーランドなんですね。あのー、オーストラリア、やに低く出てますね。そうでしょう、多分南半球にあるってことが関連している。で白人と先住民でもう大きな差が出ていると。 アボリジニはひょっとすると免疫持たなかったっていう考えもあるんですけど、ひょっとすると医療事情による差も大きいかもしれないですよね。だって、えー、医療事情だけでは、これはちょっとも、もともと持ってた免疫っていうことばかりでは起きないんではないかと。ですから、あの、100年前は今日よりもですね、国別医療事情が非常に生活格差が多くて、 あの死亡率が生じて、の差が生じてたと言っていいでしょうね、インドのように6%もいったあのところもある。で、いつ、どのように感染が広がってあの、死亡したのかっていう点、これ、あのスペイン風邪の,あの月別死亡者数見てですね、これ、だいたい4つぐらいの波がありますよね。 だいたい3から4回の波状的に襲来があって流行が3年以上にわたったっていうのがあの前回の,あの前回っていうか100年前のスペインインフルエンザでしたから私この新型コロナの話が出た時に思ったより早く長く暴れますよっていう話をいち早く新聞に書いたんですけれどもまあ残念なことに本当になってしまってのと。あのー 有効なワクチンや高温なウイルス変異がな、による弱毒化がなければ流行は数年続くっていうふうに考えた方がいいと。日本の場合は致死率が変化するんですね。2回目に来たのが非常に強い。1.2%、5.2%、1.6%というふうに、えー、スペイン風邪の場合は、あの、弱毒、強毒か弱毒か収束と、こういう、あの、経緯を辿っている。ウイルスは変異するので、経験則としては致死率が変化をすると。 ただ、これ、インフルエンザとコロナ違うので、安易に似た経緯をたどるとは限らない。まあ、軍隊とかがこの時代、あの、クラスター化するんですね、えー。あの、密集と移動が感染を激化させるんで、寮とか宿舎や介護施設など、密集共同生活の場が非常に怖い。で、えー、集会を制限すると、やっぱ確実に予防効果があるわけですね。あの、ただ、この時は、 100年前は日本ではほとんどしなかった。あの、これはフィラレルフィアとセントルイスのケースっていって、あの、早く接触制限を行わなかったフィラレルフィアは非常に高い死亡を叩き出してしまい、セントルイスは、あの、そう、さほどの死者ではなかった。ただ、あれ、一回解除するんですね。つまり、制限をやると必ず完全に、の、抑え込む前に、我々は解除してしまってですね、 あの被害を広げるとちゃんと接触制限をやると死亡率が半分になるという経験則はあるのだけど政治家はあの制限解除を急ぎやすくてですね感染が再燃して感染者死亡死者を増やしてしまうっていうのもこれ経験の法則として言えるんですよね。 油断できないものであって、大正時代、原隆さんも、あの、かかりますしね、昭和天皇もかかってるんですよ、当時皇太子ですけど、原隆さんっていうのは、あの、反発に気を使って、あの、伊藤博文のお墓に参ってですね、その後、えー、北里研究所の宴会に出て発祥してます。あと、 昭和天皇は上野の山の美術展に行って、あの、この土方さんという老卒金に出会って、それでお話をして、それで、あの、新宿御苑にゴルフ,ゴルフに行った後発症。で、この土方さんも、は、あの、死亡してしまうんです。ですから、雑踏の中で感染して、外気に当たって寒い思いをした後に発症するというのが経験則ですね。 なんか、不特定多数での三、あの、三密っていうのは良くない。あと、あの、昭和天皇の弟様であるところの、あの、秩父宮康人親皇も、あの、これは重症化してしまいます。えー、で、てっぺんにいる人たちっていうのは、あの、どうしてもクラスター化しやすいんですよね。ですから、あの、ただ、あの、こういう頂上クラスターになる人たちっていうのは、特別な、あの、 治療も受けられる。えー、自分部の皆様の場合はですね、えー、兵隊の血を、あの、回復者血晶療法と言いますけれども、中に中和抗体があると見込んで注射して、それでなんとか生還してるんですね。まあ、今回、あの、気の毒なことにトランプ大統領も、あの、罹患してしまわれましたけれども、あの、トランプ大統領は先端の抗体薬の治療、あと、えー、抗ウイルス剤、レムデシビルですね。 あともう一つあの、ステロイド剤であるあのデキサメタゾンをあの3つあの受けていると。この3つの治療全部受けた人っていうのはあの、トランプ大統領ぐらいなもので、非常にレアなあのケース。ですから、あのこういう、まあ、先端治療があの一般の人々にもひょっとすると、これが効くかどうか分かりませんよ。だけど、とにかくあの安定したコロナ治療、安全確実なんですね。 ものが確立されて普通の人の一般の生存に役に立つようになっていけばいいなというふうにですね、あの、わ私は、あの、歴史学者としては、あの、思っております。ただ、あの、新型ウイルスの肺炎というのは非常に、あの、恐ろしくてですね、渋宮様は大きな後遺症を囲におって、本人もそう長くは生きられないだろうと気づいている節があるんですね。 ですから経験則としてはあの新型ウイルスイエは重い後遺症を伴うことがあるということなどあの歴史があのもたらしてくれるあの影響というのはあのかなり、えー、参考になるものがあるように思います、えー、この事態を何とか乗り切って皆さんといきたいと思っております、えー、それではご清聴ありがとうございました